野生、浅野拓磨元気をぶっ壊れる。ドイツ、スカイの試合後のインタビューで、浅野は、チョコレートを見て、手に取ってしまったんです。食べて元気が出たのでよかったと、笑顔でコメント。ボーフムのトーマス・レッチ監督も、チョコレートを食べさせる選択肢もあるかもしれないね。もし、その後も彼が得点を取り続けるようであれば、スータールのチョコレートを用意しようと、上機嫌にジョークを飛ばしていた。ドイツ紙、ビルドでも、浅野のチョコレートにまつわる記事が掲載されるなど、今節はプレイよりもチョコレートパワーに大きな注目が集まる結果に。彼のチョコレート好きなキャラクターは今後もドイツメディアがたびたび報じることになりそうだ。浅野の評価がチョコでぶっ壊れたな。浅野拓磨のメンタリティには代表で取材していても驚かされます。これからも周りの重圧やバッシングなどがあるほど、大舞台で勝負強さを発揮していくでしょうし、代表では本当に頼もしいです。今回はなんともなくてよかったけど、浅野が投げ込まれたチョコ食べるって知れ渡ったら何するかわからないから、今後は食べない方がいいかも。今回は何もないのかもしれないけど、ドーピングとか薬物が入ってる可能性がないわけではないから、スポーツ選手がそういうものを口にするのは危ないのではないかと思ってしまう。何か良くないことが起こらないことを祈ってます。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。